どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということで、本日、ドラクエ30周年記念イベの伝説級の動画を収録しておりましたが、最後エスタークマルチでやったんですが、ソロがですね結構難易度高いということなので、ソロのエスタークのクリアチャレンジをやっていきたいと思います。道具食べ物で NPC がね、フレンドさん、助っ人さんがフレンドさん選べないみたいで、 NPC しか連れてけないということなので、そこの点注意という感じですね。出発しましょう。どうだろう、クリアできるかな。結構難易度高いみたいなんでね。さあ行きましょう。HP のゲージ割りをちゃんと管理していけば、とりあえず道中は問題なくてラストだけって感じだと思うんだけどね。さあ頑張っていきましょう。まずこれサミダレ流星群とか入ったら結構ラッキーだよね。ピオラ、おっとアップね。ベホイミサミダレ流星、水星でピオラ上げ、マイブレショックとかは入んないんだよね、もちろん。シャック熱が来るから、これはフバはわせたいかな。でも余計な人たちはガードして、余計な人って言ったらあれだね。でフバはわせていく。であわよくばガードも間に合ったりしないかな。まあ HP 不安な人ちょっと回復しとこうか。お、間に合うか。あ、やばい、1人防御が解けた。回復しろ。大丈夫かな。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。フバーハも、あれフバーハも解けた、なぜよくわからん。で基本怒っていくで、1人で頑張ってもらう作戦、あとはできるだけ防御していく。いいね、見返していく。ベホイミちょっと待て。抜いてしまっていた。なかなか厄介だぞ。お、勇者登場してくれた。ローレシアの王子、灼熱火炎弾、いい火力だ。ホイミング、ちょっとうえ、あっぶねえ。ピオリング、いや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 、おっかねおっかね。こっち、ガード間に合うかな。間に合ってくれ。いやおっかないこれ、ちょっともう倍速切るわ。ハッスルで回復する、灼熱の後。いや待って待って待って、大丈夫だよね。うわー、モル入れといてよかった。ハッスル、ホイミ、ピオラがけ、結構大変ですねこれ。天空でベホイミ入れといて、ピオラ入れといて、ガード入れて、よし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 、アンモールで回復しとく。刃砕く一戦受ける。いやこれで攻撃力ダウンが入るのが痛えな、それのこと忘れてた。
って待って待って、うん、瞑想で回復してグッガッ、よしナイス、打ち払いで、ここ攻撃力ダウン入ってるからこの2人には防御してもらって連続呪文で抜こう。あ、また鎧砕くも来るんだけど、しんどしんどいぞ。よし、大変だこりゃ。守備力もここでダウンされた。お、よしよし、これいいんじゃない。これ連続呪文溜まって抜いていきたい。ただメタルガード気をつけないとね。いやー、マジか。まあもうここはよし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 、暴走する魔力。あ、これメタルガードで弾けるっていうのは大きい。うやばい、あっぶねー、怖すぎ。ここギガソでは抜かないでしょ。しかも、あ、これで攻撃力ダウンは戻ってる。とりあえずイオナズン受けたいよ。よしよし、特約倍速切る。大変やこれ。オッケーオッケーオッケー、時倍瞑想打っとく。これあれだね、サミダレ流星群が全然入んないね。うぃー、ベギラマン、ちょっと待って待って、ベホニー打っとこう。スイス、あー、でも苦けだからな、苦け怖いな。またここでねガード待ちをしていると皇帝に回っちゃうんでね、こうやってね。ジリヒンや。でラストゲージは、あ、ちょ待ちょ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 、やめてよ。よし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 。ハッスルで回復したい。いやーマジで大変だこれ。せっかく倍賞苦けができてたのに。まあ、これでは一発では抜かなくなったでしょう。ズン、よし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 、いい感じの調整よ。ちょ待っ、よし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 、いいとこに入った。で瞑想打って、ここで NPC さんを一応復活させといて、多分ラストゲー3人だときついんだよね。力の盾でガードしといて、でこのあとイオナズン後にハッスルダンスを入れて抜きかな。痛い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 、マジやめて。ちゃうちゃう、これは続いて、あーダメか、回復しとかないとさすがに死んじゃう。よし、ハッスル入れてピオラ、よし、ドルモアのタイミング一番いいんじゃない。怒りこいつ準備しといて、いってえなまあいいや、でもここで道具を使うリスクは犯したくない。
で、本身で自己回復ガードしてガード延長させて、マジか。じゃあここ一回入んないかな。ドルモアがスパスタに入っ、メタガのスパスタとかに入ってくれたらありがたいね。暴走、うわーきつい。待ってよ。あ、待ってマジでタイミング悪くね、そういうことしちゃう。いやもう葉っぱも取っていくしかないもんね。でも賢者に死なれては困る。イオナズンのタイミング行きたくねー。うわーうわ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 、ジリヒンや。もうしゃあない、ここは3人で行くしかない。でもいや、イオン、これイオナズン、これキャンセルされるのかな、ラストゲージ行ったら。まあでもそれちょっと AI が分かってないんで、とりあえず待つしかない。お兄さん、危ねえ。はあ、危な。暴走ユナズンとか聞いてないわ。暴走率なんか高くね。さあ AI は、問題は AI だ。やられた。いやこれは終わったかな。あ、まあザオラルがあるか。まあもうこれで行くしかない、このタイミングで行くしかない。どうなる。さあここからが勝負や。入るよね、全員入るよね。あ、速攻溶けて。ちょっと待ってお前マジふざけ。終わったいやーきつい、いやーきつい、いやーきつい、いやしんどいよきついエスターク、これソロめっちゃきついっすね。まあこれをジェムを使って復活します。ここクリアすると500ジェムゲットできるみたいなんでね、しかも時間が限られているんで、いやーきついっすわこれ。皆さんもお気をつけください。いやーとんでもない。ボミエは入らないんだね。うっそ、混乱かよこのタイミングで混乱やめえ。ちょっと危なっ。うわ CT カット、とんでもねえ。あと一発。うわ怖いよ怖いよこの子。ソロエスターク皆さんもお気をつけください。いやーこれね、時間が限られているんで、まあジェムがゲットできるということで、全然100ジェムね砕くのはワンチャンありなんじゃないでしょうか。
まあ、私はノーデスだね、あーノーデスっていうか1ジェム使わないとクリアできませんでした。めちゃくちゃむずい。おエスタークが来た、来ちゃったえこれクリア報酬じゃないよね。エスタークの鍵来たびっくり、すげえ。これは100ジェム砕いたあれがありますね。あ、でもこれ20ターン以内にクリアしないとダメなんだ。うわースキル玉欲しかった。あ、あと冒険ランクも上がりますね。え、なにこれ。おお、ファーン言うた。あ、ソロでクリアするとこれが光ってくんだね。だからこれ全部ソロをクリアしないとダメなんだ。残り37分、急げ。ちょっとこれ全部クリアしますわ、今から急ぎますそれで最後鍵ちょっと見てみますか。エスターク鍵、幻ダンジョンに、あれ、ん、マルチ限定、 あった、マルチ限定なのかな。エスターク、あ、帝王の盾、これだ。地獄の帝王の意味を持つ魔物を師匠に取り込んだ巨大な盾だって。衣装か、はい。どうなんだろう、ここの装備は分かりませんが、魔王級ということで鍵もドロップするようでございます。伝説級でエスタック鍵ドロップできるみたいなので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。